夜は獣人の時間なのです。真っ暗でもデルタにはこの花があるのです。ボスの存在も目をつむってても感じられるのです。デルタからボスにプレゼントがあるのです。この前飼った獲物から削り出したいい感じの骨の剣。え、かっこよくて好み？やったー。人間の結婚は一人しか選べないって本当？群れのボスなら何人でもいいのに。このままじゃボスはデルタしか選べないのです。ボス、あの星を見て。あれはボス座、横にあるのがデルタ座。デルタが考えたのです。せっかくの二人きりだからもっとくっついておくのです。マーキングするの？いやです、するのです。デルタもボスみたいにクールに戦ってみたいのです。でも獲物を前にすると全部吹っ飛んでしまうのです。それがデルタらしさ？くぅ、その通りなのです。今夜はまだ帰りたくないのです。ボスと一晩中一緒に過ごすのです。二人でこの辺りの魔物をみんな狩りまくるのです。ボスは人間とは思えないくらい強い。もしかして獣人だったりする？お尻に尻尾ない？髪の中に耳を隠してるとか？風がいろんな匂いを運んでくるのです。くんくん、この匂い、まさかどこかの家でシチューを煮込んでるのです。今夜はいつもより体が軽いのです。どんな奴が来ても勝てそうな気がするのです。え、アルファ様？その質問は反則なのです。デルタ、もっとボスに喜んでほしい。アルファ様やベータみたいにいろいろはできないけど、戦いだったらお任せなのです。ボスは人気者だからいつも誰かがそばにいるのです。でも今夜はデルタが独り占め。ガン！このお城にも随分馴染んだのです。デルタ、任務や散歩でいろんなところに行くけど、ここより落ち着く場所はないのです。アルファ様によるとデルタも年頃の女の子なのです。色気とかそういうのも身についてくるって。多分もっと強くなれるということなのです。楽しみ。最近ボスになでなでしてもらってなかったから危ないところだったのです。今夜はいっぱいなでなでしてもらうのです。ボスと一緒に暴れるのもいいけど、たまにはこうやって風に吹かれるのもいい。ボスの横は落ち着く。教団をみんなやっつけちゃったらシャドウガーデンはどうなる？デルタはその後もボスと一緒にいたいのです。ここは見通しが良くて気持ちいいのです。今度みんなを誘って一緒に来よう。だから今は二人でゆっくり見よう。ボス、でっかいイノシシを仕留めたのです。後でみんなで食べよう。ボス、こんなところでお昼寝です？もしかしてボス任務中だった？デルタ邪魔しちゃった？邪魔してない？よかった。そうだ、任務中じゃないならデルタと追いかけ。